並木。宮崎県出身の高卒1、2種類のスライダーを投げる実力も並、人気も並、すべてが並の並木。しかしまだ若いので対戦する可能性あり。並木。丸太。富山県出身の社会人サード。メインはサードだが、セカンドとショートもうまいグラブさばきで守れる便利屋さん。ベンチにいると大助かりマン。丸、マルティネス、丸太と丸ちゃんだらけの時代もあったよ。丸太。ヘイ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 、木川。青森県出身の高卒左腕。そこそこのコントロールとストレートで抑える男。右の並木、左の木川といった感じか。並木と二人で切磋琢磨して頑張っている。切磋琢磨って感じで書けないよね。気づいたら俺は。こんばんは、弱小球団やっていくよ。開幕戦ですな。高速試合、まあ、去年ね、中日は5位だったんでね、ここを叩きのめさないと我々は首位浮上できない、首位というか浮上できないということが発覚しております。さあ頑張るか。ちょっと三輪さん絶不調だな。開幕スタメンは三田村でいこう。ちょっと6、7、8が大穴すぎんだよな、打線としてな。いやー、開幕戦ですな。まあ勝ったり負けたりって感じですな。まあでもどうだろう、今年の一応シーズン前のポジティブなニュースとしては、みんな頑張ってるっていうことですかね。まあシーズン後のネガティブなこととしては、まあ間違いなく FS してしまうというところですかな。さあ影山踏ん張れ。よしよし、どうにか踏ん張った。関東勝利。やりましたやりました。影山なんだかんだ4年目なんだよな。よしよしよし、よくやったよくやった。とりあえずまず1勝。さあ143勝ペースですけども、このままいけるかな。さあ2番手マーさん、ケツが全部。ちょ、深田行かせてみるか。ちょっとスクランブル当番あんま良くないんだろうけど、休みっか。うん、まあとりあえずこれで行ってみるか。いや、今日俺ハブさんが打つと見た。これだ。やっぱりちゃんとね、一試合一試合スタメンを考慮してやっていくと、一気に試合の流れがね変わる可能性がありますから、ちょっと今年はねしっかりやっていきましょう。さあ多いよ、先制点を奪ってるよ。ここからだよ。ああ、小賀心にやられたか。うん、赤配。まあでもいいピッチングはしてたね。すげえいいピッチングしてた。よし、じゃあスキップでゴー。赤配。いやー、なんか惜しい負けしてんな、なんかな、惜しい負け方してんな、なんか。まあでもピッチャーは毎年よりはひどくない。ちょっとこのままちょっとずつ進めていくか、大事だから。うん、やっぱスタメンをねしっかり変えていかないっていうのは大事ですからね。三馬さん5割すごいな。竹と今小暮と羽生の併用だなこれ。うん、軍事が頑張ってんな。敗北。いやでもめちゃくちゃピッチャーが良くなってきた。そんなもう前みたいにノーガードの打ち合いはない。前みたいなノーガードの打ち合いはないからな。力最短だ、記念バットか。軍事がミート練習良くなったな。いやもうひたすら打ってもらおう。もうお前には守備を期待しない。もうひたすら打て。それがお前の、それがお前の人道だってばよ。今さん絶不調ってことは三田村が上がって、今永フルスで投げ勝ってやれ。シェイよくやった。今永凱旋登板で前剣に勝つと。よくやったよくやった。そういうことよね。はいはい、フレアフォークに。これはフレアも使えますな。スキップ。深田がスタミナ大丈夫か、大丈夫か。じゃあマーさんも不調だし、米村不調だが帰れない。うん、どうしようかな。これでいっか。ゴー。敗北。赤敗。さよならか。
西がやられたか。まあ、しょうがねえか。さよならはあなたから言った、それなのに。影山でゴー。敗北。いや、でも影山しっかり投げてんな、意外と。うん。まあ、これで負けてんだったらもう、どうしようもないんだよな。打てないっていうのが。さあ、マーさんいけるか？三田村校長。いけ。赤配。いや、マーさんもしっかり投げてんだけどな。なんだろうな、スコアを見る限り何が悪いっていうのが、なんかはっきりと言えない感じが。高木。いや、ここは三馬さんにかけるか。ゴー！新勝。お！どうにか逃げ切ったな。これ白川はこれピッチング的には？でもあれか？高木が出したランナーを返しちゃったのかな？わかんねえな。まあいいや、とりあえず勝った。よしよし。ちゃんとね。ちゃんとやっていきましょう。ちゃんとやっていこう。一回。ここで、グッズを買うべきなんだな。買おう、グッズを。近田弁当。近田。今年出てかないで。近田お弁当買ってあげるから。今年出てかないで、今年。本当に出ていかないでほしい。さあ、巨人戦。美馬さんがゼフ長。三田村。平沼使ってみるか。ショート怖えな、守備。まあ、いっか。もう打撃に全振りだ。よし、いけ。惨敗。やっぱ守備なのかな、やっぱり。趣味なのかな。さあ、スランプになっちゃった、堀。スランプになっちゃったか。まあ、しかし、頼らざるを得ない。しかし、まあ、頼らざるを得ない。ちょっと下げるか、打順。うい。赤配。まあ、なんかが足りない感じだな。本当に、あと一歩。143試合これで全部やっていくわ。今年が大事です。今年が非常に大事です。野球にするにもちょっと怖いんだよな。美馬さんとひたすら交換でいってみるか。ゴー。赤配。いや、なんか一歩足りないな、本当に。なんかが一歩足りねえんだな。なんでなんじゃろうな。地方球場なんてホームラン出やすいよ。こうかな。いけ。あー、マジか。あー、大谷か。大谷と柳田いんのか。日本代表じゃん。いやー、勝てないね。差は開いていく一方ですね。これでいくか。しょうがない。いけ。マジ勝てねえ。マジ勝ちできねえ。5連敗です。連敗ってこういう気持ちなんだろうな。なんか本当に。もう何やっても勝てねえよみたいな。そういった雰囲気って多分絶対出るもんな。うわー、マジか。塩入りよ。全員が全員打たないかな、もう。全員が全員ランニングホームラン。おい、近田！おい、近田！はぁ、参った。どうしよう、ピッチャーかな。まあ、先発ももちろんあれなんだけども。どうしたもんかな。漫画なぁ。これはもう一気に FA 縛りの可能性あるな。FA をさせないという。お、ホリースランプ脱出。しかし大敗。
序盤しっかりやってたけど飛ばしていこう。結局飛ばしても勝てる時あっから。近田丸ちゃん、25。増えてちょうだいな。5。うん。よし、オッケー。堀尾が怪我した。おわし、あ、あーちゃっちゃ、あっせっ。まあ、堀尾、あ、でも 0.54。めっちゃ頑張ってる。堀尾を抑えに据えてみるか。思い切って。切り重い、切り重い。思い切りのこと、切り重い、切り重いって言わないんだよ。佐竹。オスカルもいるな、そういやな。堀部はなんか、なんだかんだいいと思うんだよな、まだ。鍵山も2勝3敗か。まだまだいける。よっしゃ。したらば、アイテムはちょっと買ったから、飛ばして。あら。ああ、米村スランプ。しかしまあ、ベイスターズも同じくらい負けてんな。ちょっとお金増えてんな。マルちゃんが頑張ってんのかな？マルちゃん？マルちゃんが頑張ってる。マン！マンどうしたマジで？マンがいつものマンじゃない。ママがいつものママじゃない。起用設定。まあ、スランプなら下げるべきという。もう打順なんか変えるべきなんですよ。こんなもん。スランプならば、スランプならば。まあ、しかし、これでいっか。これでいこう。竹富マン、堀井というこの二人。もう一回下げてみよう。これが吉と出るか、京と出るか。大吉と出るか、京と出るか。もう何と出るかわからん。もう何と出るか。何と出るか。何が出るか。何が出るかな？何が出るかな？何が出るかな？それはサイコロ任せよ。もうサイコロの旅と一緒ですよ、こんなもん。サイコロの旅並みの、もうわからなさ。連敗してる。どうだろう。1勝しても2敗しちゃう。そんなチームになりました、お母さん。まるちゃ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 ん。3500円。まあまあ、飛ばしてですよ。おお、竹富マン500打点。うん。あら。よし。よし。下川がノリノリか。超早熟なんだよな、全員な。早熟だったりするからな、あんまり期待はできないんだ。しかしまあこれ、踏ん張りどころによってはマジで、A クラスにも全然あり得るぐらいの感じはするな。白井ちょっと使ってみるか。これで覚醒でもしようもんならもう完璧よ。完璧よ。ドン・ペリニオン。ドン・ペリニオン。ドン・ペリニオン？あのドン・ペリニオン。そう。あのドン・ペリニオン？もらえんの？やったね。まるちゃん3割。美馬さんが3割ですね。ここは外せなかったか。ちかちゃん。あ、軍事が3割はでかい。トップバッター3割。そして小暮ひどいな。まあまあ、まあまあ、彼は別に3割が打てるバッターではないんでね。やっぱりあれだな。結局実名選手が一番強いんじゃないかって説が出てきたな。結局BF とかの一番最初の武器が一番強いんですよみたいな理論で。結局実名選手が一番強い説。何買えんだっけ。あ、いや、いいわ。これでいいのか、これでいいのか、これでいいのか。外国人も取れやしない。外国人も取れない、こんな世の中じゃ。ポイズン。スタミナプラスアッチ。S になった。大エースになっちゃったな、21歳で。大エースも大エース。リリース丸もらっちゃった。リリース丸もらっちゃったわ、私。リリース丸もらっちゃったから、じゃあリリース丸をつけてあげよっか。つけてあげる。スクリュー入り江。スクリュー入り江をどうしようかな。スクイリをどうしようか、本当に。
枠入りを開けるか。やっぱり結局救いで開けてもいいな、マジで。誰を下げる？明日何来てく？深田と救いに。下川はちょっと怖いもんな、もう超早熟で。救いを上げて、リリース丸を取ったから、堀部はまあスタミナいいとして、この影山という男、緩急か？牽制か？牽制上げるか？牽制上げてみるか？そういう脇のことができるピッチャーはうまいよ、やっぱり。じゃあ4ゲーム差とかを詰めていけば、A クラス入りもギリできるな、これ。10ゲーム差か、A クラスは。ちょっときついか。きついなんてことはない。じゃあ行け！ 2、4。うわ。近づ戦なんだ、無理だ、2連勝だ。さあ、コーチが留学から帰ってきましたよ。帰ってきましたよ。帰ってきたぞ。お、ミスタードーナツ。ミスタードーナツどっか行ってたのかな？帰ってきたぞって言ってたけど、ミスタードーナツってどっか行ったのかな？怖いな、どっか行ったのかな？大丈夫かな？ミスタードーナツ大丈夫かな？逆境丸。来たな。どうしようかな。盗塁丸は結構助かるんだよな。誰に何を覚えさせるかだな、本当に。逆境丸誰にしようかな。一番逆境に強くあるべき人間は誰だ。あ、でも三田村にまず盗塁を打つ点か。こいつはいいね。で、ほんで逆境はどこじゃい。逆境どこにしようかな。とりあえず野球にキャッチャーを覚えさせるか。これは間違いないとして。逆境だな。近田か結局。おい、近田は FA しないでみた。なんて楽天的な考えだ。近田は FA しない。FA しません。一生ここにいます。ここにいるよ。一生ここにいます。もう近田は。いやー、宣言しました、今。生涯ファルコンズ宣言を見ました。よかった、生涯ファルコンズ宣言してくれて。はあ、よかった。ダメかと思ったもん。さあマン、ちょっと頑張れよ。イケマン、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 ちょっとエロいイケマン。今スランプ。さあマン大丈夫か、これで。なんか微妙に勝ったり負けたり。いやー、どうだ。ちょっと能力判明してから見るか。三上。はい。いつも通りというか、はい。だろうなと言った。はい。岡村さん、はい。だろうなと言った感じ。OK です。3.12。あ、でも結構頑張って抑えてんな、みんな。ただ、ただただ。お、入江いいぞ。スクリュー入江。あ、マーさんも頑張ってる。中継ぎか、実は中継ぎなんか、しっかりしないのは。廃品回収がやってきた。我が町に廃品回収がやってきた。おーし、堀尾頑張ってるな。農工具、工業用品、何でも回収いたします。なんで俺は廃品回収の音声を真似しているのか。外野の札がもう一枚欲しかったな、ここで思うと。外野がもう一枚カードがあればかなり良かったんだけども。ああ、もうお金もなけりゃアイテムも買えねえ。何々尽くしの人生さ。ちょっと飛ばすか。あら、おいしょい。あら、勝てねえ、マジで、マジで勝てねえ。参ったな、本当に。こんな勝てない。前回ぐらい勝てないよ。前回以上に勝ってないんじゃない、これ。
参ったな。前回以上に勝ってない気がする。何が良くないんだ、何が良くないんだこれ。何が原因なんだ、何が原因なんだ、マジで。マルちゃんだけ買って、なんだこれ、マジで何が原因なんだ。ピッチャーか、押されてきゃ押さえんだけどな。あ、でもちょっと勝ってる。なんで今、なんでちょっと勝ってんだ今。勝てねえなって言ってたら勝てるようになったか。いや、でも頑張ろう、これ。頑張って、今年はちょっと、頑張ろう。今年はちょっと頑張ってみよう。一回でいいんだ。一回でいいから、ちょっと今年頑張ってみようよ。9ゲーム差ぐらいをひっくり返せば5位にはなれるのか。ちょっと、長すぎるもんな。やっぱ8連連続6位はちょっと、かつてない長さだもんな。かつてここまで低迷したことは実はないんだよな。ちょっと私ももうこれ以上どうしていいか分かんなくなってきましたよ。さあ、ちょっと活躍してくんないと。もうオールスターは誰もいないだろう。おーし、いいぞ。いいぞ。なんか勝ってるぞ。ああ。おーし、なんかちょっと勝ってる。勝ってる時がある。なんか勝ってる時がある。ああ、巨人強え。巨人強えな。なんか勝ってる時がある。うわー、買えないんか。マジか。参った。参った。またアイテムが買えないあの時代に戻るのか、俺は。あっせい。先発ピッチャーかな。マーさん。うわ、7勝3敗。下げれねえ。6勝11敗。3勝11敗。深田。EDA も頑張ってんな。3勝2敗。白川さんちのつとむくんがちょっと調子悪いか。今永さんちのつとむくんをちょっと上げてみるか。ちょっと影山さんちのつとむくん一回下げるか。シュート回転と一発か。畜生。古谷さん。堀部コントロール B。堀尾。ああ、堀尾も頑張って抑えてるけど。堀井が打ってないな。堀井が打ってないのが大問題。これ打順変更だな、これな。打順変更だ、これは。さすがに。まるちゃん4番だ。でもこんぐらいだな。変えれてもこんぐらいなんだよな。まいった。まいったな。参った。非常に参った。ゴー。おーし、勝ってる。バーミリオン。8ゲーム差。何も変えない。何も聞こえない。何も聞かせてはくれない。僕の体が少しだけ大人になったからだろうか。思春期に少年から大人に変わる。何も変わらない。我がチームは何も変わらないのさ。本当に何も変わんないうち。何も聞かせてくれない。どうしたもんかな。白井のノリノリが終わったか。リャオ行くか。いや、ホリーが全く打たない。これは FA しても買い取り手はありませんぞ。おい。ナース。ミスミがノリノリか。29歳。セカンドでもマルティネスがいる。外野の枠を一つ上げるか。ミスミが打つのか、果たして。やるしかない。もうこれ以上そこはないんだ。ミスミにかけよう。米村下がろう。こうだな。
よし、三隅のノリロンにかけよう。もう、もう何も始まらん。このままじゃ。シーズン終了。何も始まらん。何かが変わる気がした。何もかん、お、平沼。来た、平沼。いや、12ゲーム差、俺これ、ひっくり返せんのか？あと1ヶ月で。無理だろ。しかし、まあ、ノリロにかけるしかないんだよな、もううち。しょうがないんだよな。もうかけるしかないんだもん。かける言葉が何も見つからないんだもん。これでいこう。かける言葉が見つかりません。飛ばそう。もう、アイテムも買えないんだ。堀部怪我した。竹と今1週間の怪我。どんまい。せめて平沼あたりが、佐竹怪我した。8勝3敗。全然頑張ってるな。鍵山すぐ下がってんのか。すっかり忘れてた。ナースナース。もう頼む、全員30本ぐらい打ってくれ。そしたら勝てんのにさ。よしよし、なんか2連勝。おお、なんか勝ってる時がある。勝ってる時があるぞ。なんか近田が怪我した。まいった、もう打点は望めない。よし、なんだこの終盤に立って微妙に勝つ時がある時は。いや、もう、もっかのあれは FA のみよ、もう。FA するかどうかですよ、もう。こんなもん、もう来年のことが怖い。FA が怖い、一番。FA が一番怖いんだ、もう。マジでよ。でも1億ちょっと出しゃ多分いい選手が入るってことを考えたら、もう FA 絶対止めなきゃいけないんだよ。何があっても FA は止めなきゃいけない。じゃないともう本当にこのシリーズ一番きつくなる。じゃあ、とりあえず記録見ますか。いや、うち広かったんじゃない今年。なんだかんだ。ああ、でもまあ、ベイスターズぐらい打ってんのか。ホームランも打たねえし、取りもしねえし。打たれまくるし。さあ、見てみるか。力3割2分8人。うん。マルちゃん3割1分。川崎郡司2割9分。まあ、こんなもんだわな。ああ、意外と三馬さんが打たなかったな。いやー、ちょっとこの扇の要がいなくなるのはきついな。満18本。満ほんとひどいな。満マジで成長しねえな。なんかわかんねえけど、扇風機も消えねえしさ。満。米村がギダー31個。頑張ってんな、米村。お前はすごく頑張ってる。7回も盗塁して。頑張ってるな。うん。いい盗塁させず。軍事センターでエラー1個しかしてないの？単純にあれか。追いつかなかった打球が多いんか、軍事。そういうことか。ひどいだろうな。誰も投球回規定到達せずだもんな。あ、でも、マーさんが10勝あげた。やったー。やっぱり手放せないね。さあ、今シーズンはこれで終わります。さあ、もう来シーズン FA するかどうかですよ。さあ、見てみよう。じゃあ今回はこの辺で終わります。それじゃあまた次回お楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。